5メートルぐらいは潜れそうですか。多分大丈夫だと思うんですけどね。ああ、だから今日期待がナンバーワンですから。はい。はい。で、乗るだけさんはどうですか。俺はわかんない。俺はだって潜ったことあるの、あのやっぱこの番組で、はい、あの水中バレーぐらいやりましたね。あの錦野さんと下潜ってて出てくるだけでしょちょっとまあやってみないと。そうですよ。さあじゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ海に行きましょう。海出ますか。はい不安だな。あ、波高えな。おい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 、海は荒れていますが獲物を求めていざ出陣です。これから出陣できますか。ダメ。どうしました。角田さん、ちいちゃん、どうしました。いや、急に不安になりました。波今日高いですから。これどういうことなんですよ。はい、あの中へ飛び込んだら下で足はつかないんですかね。つかないですね。え、ここがだいたい20メートルぐらいです。20メートル。はい、足つかないわけでしょ。つかないです。僕ね、足がつかないと不安になるんですよ。ちいちゃん、どうしました。ちいちゃん、本気で溺れる自信があります。あれ、浮き輪は用意してきてますから。 ありがとうございます。はい、よ、船酔いとか大丈夫ですか。船酔いよりももうこれを、船酔いよりももうこの船に乗ってること自体でブルーです。これ通常漁っていうのは朝行くんですか。朝の8時頃から3時頃までよ。子供もこの船乗っけたい時は乗せてくれて見せてくれたんですよ。出てって取れない時もあるの。やっぱり取れない時ってね、取れない。着きましたよ。すごいね、プロフェッショナルに認まれた。船で10分、職人とっておきのポイントに到着。確かに波は穏やかですが、のりさんはちょっと不安そうです。こうやってよもぎの草で拭くと水中メガネが一日中曇らないそうです。のりさん準備も整い、かなりやる気満々のようですが。僕ダメ。大丈夫ですか。チリちゃんはなんとなくぎこちない感じです。顔色も少し悪いように見えるんですが、武蔵選手はさすがに淡々と準備を整えます。角田さんは少しナーバスになっているのか。天さんは待ちきれず海へ。おー、いいね。みんな天さんは深いところで10メートルは潜ります。1回の潜水時間は平均1分、そして長い時にはなんと2分間も潜りっぱなしで作業するそうです。一旦海に出れば1日8時間、必要がない限り陸や船には戻りません。最高級のアワビになると1つおよそ5000円で下ろされます。東京のお店で食べればそのお値段はなんと2万円にもなるんです。あっちの浅いとこへ来れば、はい、ウニ取り、はい、浅いところはウニがいるそうですから、皆さん。さあ行きます。トドの親分が。そして職人もいよいよ海へ。親分気をつけて。はいよ、はいよ。職人だ。やるよ、おばちゃん。お母ちゃん、いる、いる、いるの、いる。あれ、あれを持って浮かんでんだ。そう、あの、うん、発泡スチロール製の浮き輪必需品。獲物を入れる網もつながっています。昼食は海の上でこれに捕まったままトマトやバナナを食べるそうです。どうしました。角田さん、何やってるんですか。あ、すいません、足届かないですよ。角田さんフライングです。我慢できなくて言ったもんな。自分勝手な行動は慎んでください。事故に繋がります。自分勝手な行動は慎んでください。のりさんたちもとにかく海の中へ入ることにしました。直接海女さんの動きを見て学ぼうという作戦です。果たしてうまくできるんでしょうか。これが当日の海の中の様子。視界はまずまずです。勝又さんは早速モリを手に魚を狙っています。そう簡単にはいきません。そしてのりさん、息をためて潜りました。でもなかなか足が沈んでいきませんよ。出てきた。
ダメ、俺全然根性ない。山ほどいるんやけど、いっぱい進まへんて。続いては角田さん。おっと、これはかなり危険なアングルだ。そして海の中でも筋肉自慢、これは期待できそうだ。さあ角田さんが行きました。探していますが見つかりません。こちらは武蔵選手、一気に水深4メートルに到達。右手にアワビを持って岩と見比べております。しかし見つからないようです。でもさすがに息は長い、これは今後期待できそうです。おっと、勝俣さん何か見つけたようです。勢いよく行った。あれ出てきた。そしてチリちゃんは、これで何しよう。違うか、チリ大丈夫。おい、潜ったな今。ただ潜った。おい、何か今チリは回転しようと思っただけで溺れた。大丈夫かって言ったら喋った。気をつけてくださいよ。そしてノリさん、獲物を探しています。何か見つけたか。おっと、行きました。でも随分足をバタバタさせていますね。ここでこんなにエネルギーを使ってしまうと、やはりそこまで息が持ちません。ガチくな、いけねえよ。ノリさん、もう一度大きく息をためて行きました。今度はそこまでたどり着きました。しかし探している余裕はまだないようです。なかなか難しい。大苦戦の生だれチームに対して海女軍団の皆さんはいとも簡単に獲物をゲットしていきます。この手さばきをご覧ください。まさに職人技です。さすがにプロはすごいんです。海に入ってから2時間経過。しかし未だ生だらチームの収穫はゼロ。この作業実は相当ハードなんです。生だらメンバーの体力も限界寸前で一旦船に戻ります。酸欠酸欠でした。みんなの疲労と安全性を考え、最後に1人1本ずつだけ潜ることにしました。小山、あの海の中の状態はどんな感じですか。海の中はまあまあだけど、はい、ずっとあの海女さんが休みだったもんで波があって、アワビなんか結構いるよ。いっぱいいますか。うん、見たもん。見た見たら取れなかったけど見た。小山、もう一回挑戦してるか。水中眼鏡のあたがヒゲみたいになってます。じゃあ、勝俣から。はい、行ってきます。よくさ、こういうとこさ、こう後ろでこう入ってったりするね。何がですか。あ、あのダイビングみたいな。そう行ってきます。苦しんでんじゃない。行ったよ、行った。さあ、勝俣さんの最後の一本。おっと、下を刺しています。何か見つけたようです。カメラでははっきりとはわからないんですが、行きました。何でしょう。トコブシにしては小さすぎるようですが。嘘つけ。カツオさん、これ何。サドカニ。2番手はセクシー角田。足がつかない深さにもだいぶ慣れてきたようです。足つかないとこ行った。行った。角田さん行きました。そこまでたどり着きました。獲物を探す余裕もあるようです。しかし見つかりません。いる。刺されるんですけどね、向かい大かが分かんないですよ。なるほど。さあ行きました。3番手は武蔵選手。
K1 日本チャンピオンの意地を見せてもらいたい。生だらチームの切り札としてのりさんたちも大注目です。なんか頼もしいね。おお、狙い定めて。あ、いったいったいった。おっと武蔵選手、一気にアワビをゲットしました。秒殺です。随分簡単に取れたように見えました。まるでカウンターパンチだ。力あるね。おい、さらに船に戻る途中に、おっとこれはカワハギだ。武蔵選手、目を離した隙に森でカワハギをゲットしています。武蔵すげえ、すげえよ。そしてそれを見た勝俣さん、これを極める人がいてもかっこいいと思うよ。なんとも切ない勝俣さんでした。チリ、いける？はい。次はチリちゃんですが、足に来てます。かなり落ちてしまいました。チリが浮き輪の中身についていけばいい。はい、じゃあ、獲物係、はい。そうしよう。一緒で。何やったのかい？サザエですかね。サザエ。はい。オッケー、サザエ。サザエいる？母さん。ウが良け、サザエもいる。ウが良けないか。ウニはいっぱいいるよ。あ、じゃあウニもね、取ってきましょう。じゃあ、行きますか。はい、気をつけて。そして、いよいよノリさんが行きます。採用したり、待ち出しのりだけ。さあ、そしてチリちゃん、助けてあげてくださいよ。なんで私は来たんだろうと思ってるでしょうね。海嫌いなのに。頑張ってチリちゃん。大丈夫。チリちゃんが でしょうか。そして、いきますよ、頑張ってください。見つけましたね、あそこで。ナイス、いきました。さあ、何か取って出てくるか。潜水時間は長いですね。期待できます。さあ、長いですね、今回。出てきた、出てきた。何か取ったか。何か持ってるよ。
ってきてください。ノリさんは1回の潜水でアワビとサザエをゲットという離れ技を成し遂げました。いやー、いたいたいた、ご苦労様です。チリちゃんもご苦労様です。しかしノリさんのこの潜水に重大疑惑が発覚。翌日ディレクターがその模様を捉えた水中カメラの映像をチェックしていると、あれ、何か不審な点を発見したようだ。これがその VTR。 映像は乱れていますが、ノリさんのそばにライフガードのダイバーさんがぴったりと寄り添っている様子が映っています。何かおかしい。その部分を拡大してみると、ノリさんの左手が岩の上に置いてあるアワビを拾い、さらに右手にはダイバーからサザエを渡されています。もちろんノリさんがダイバーに頼んだわけではありません。しかしこれはおかしい。一体どういうことなのでしょうか。早速ディレクターが職人に電話をしてみると、驚くべき事実が判明した。せっかく東京からさ、芸能人の人たちがさ来てくれるのでさ、手ぶらで返すのもなんだか悪いようで、私たち海女さんが妨害してさ、取りやすくアワビをそこに置いといてやったんだよ。そしてさ、ダイバーさんにもノリさんが来たらさ、これ渡してって頼んどいてやったが、なんとノリさんや武蔵選手の獲物は職人が気を利かせて事前に海底に用意していたものだったんです。やっぱり海女さんのお仕事は簡単にできるほど甘いもんじゃなかったんです。親方、一人でもこれだけですから。あらま、ウニ、すごい、ポポシ、はい、これがプロですね。職人だ。よっしゃー、いや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 、チリも治ったのね。すいません。はい、行きますよ。魚も焼くか。すごい、魚も焼くかな。じゃあ、かちゃん、はい、ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。うわし、いい仕事だ、今日。一番うまいな、これビールがうめえだよ。すごいわ、はいわ。早速明日海行けばいいんですよね、みんなね。まだ動いてるよ、こうかじる。このまま芋つけると美味しいよ。まずはアワビをいただきます。はい、仕上がり。私は贅沢だな。なんかさ、肝が本当になんか海の味、肝付きだからね、これね。はい、はい、体にいいよ。体にいい。目にいい。目にいい。目にすごくいい。目の割りしていない。みんないい顔してます。これは最高の贅沢ですね。続いてはウニをいただきます。早かった、熱いよ。ウニめちゃくちゃ美味しいです。美味しいの。のりさんもすっかりリラックスです。ウニ美味しいの。まあ、この素敵な一日を送れるってことはね、はい、素晴らしいことですから。母ちゃんのおかげで。ありがとう。ありがとう。のりさんの旅、今日はここまでです。次は一体どこへ行くんでしょうか。